皆さん、はじめまして。埼玉県のプレイズレポーター、片柳福音住教会牧師の滝田真嗣です。今回は、第24回埼玉市民クリスマスのレポートをします。2014年12月7日、日曜日の午後3時から、JR 大宮駅から徒歩10分の埼玉市民会館大宮大ホールで開催されました。これは24年前から市内の教会の協力によって毎年チャリティーで開催されています。収益からさいたま市社会福祉協議会と埼玉いのちの電話に寄付されています。この働きは協力協会の信徒の方々が中心となって企画し運営されています。目的は市内の教会が協力して市民の皆様にクリスマスの喜びと愛を分かち合い、イエス様の救いを伝えて教会とイエス様への架け橋となるようにと企画されています。今年は900名の方々が参加され、半分以上は未信者の方々でした。冒頭にさいたま市の清水市長がご挨拶され、学生時代明治学院でいつも礼拝に参加し、聖書に大きな影響を受けてきたことを話されました。音楽ゲストの大宮香織さんは東北の被災地で活躍されています。透明感ある爽やかな賛美の歌声と信仰の証、そしてクリスマスメッセージは聖学院大学の学長となられた菅三順先生です。菅先生は、すべての営みには時があるという旧約聖書の御言葉を引用して、ご自身の洗礼を受けた救いの証から入り、クリスマスのイエス様の受肉と十字架の受難と復活の救い、それは私たち一人一人のためであり、私たちがイエス様の愛を受け、社会の中で愛を実践し、一人一人に与えられている神のミッション、使命を果たすためであると分かりやすく語られました。終わりにはゲストの CD や本、子どもたちには絵本の抽選プレゼントがありました。最後には菅三順先生と大宮香織さんの「きよしこの夜」のデュエットに合わせて、参加者全員で「きよしこの夜」を賛美し終了しました。終了後、感動されたたくさんの方々が無料のギデオン教会の聖書のプレゼントを受け取られました。また菅三順先生と大宮香織さんのサイン会には長蛇の列となり、ロビーはいつまでも暖かい空気に包まれていました。翌週の各教会の礼拝には、初めて参加し感動を受けた多くの方々が参加されたと報告を受けています。この市民クリスマスは超教派の選挙協力の機会として、また市民の皆さんへの伝道の機会として用いられています。特に今回感謝のことは、さいたま市の桜区は教会が一つもない地域なのですが、実行委員や市内の教会の有志の方々がこの桜区に市民クリスマスのチラシを数千枚配布し、そこから多くの参加者が起こされ、その後桜区に住んでおられる信徒さんの家でクリスマスの集会が持たれ、20名の方々が参加され、今年新しい教会の誕生が期待されています。以上、埼玉県から滝田真嗣がレポートいたしました。